よし、みんな行くぞ。一斉ので、うーす、どうもウルでーす。はい、うーす、改めましてどうもウルでーす。それじゃあ今回もね、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきましょうどうだった、みんな初手の挨拶クソくだらねえでしょ。でもね、こういうくだらなさが一番人気出るからね。そういえばなんだっけ、前回手裏剣道場最後やっていくっつってたね。今回手裏剣道場やってみましょうか。どんな感じなんだろうね、手裏剣道場。よーし、ついたぜ。おっと、どうした、そんな浮かない顔して。あ、マリオさん、休憩から戻って手裏剣道場再開しようとしたんですが、漢字の手裏剣が流れちゃって営業できません。誰か手裏剣なんて持ってないですかね。持ってるよ、お大名手形。あれは手裏剣じゃないです。いや、投げれば手裏剣として使えるだろ、お前。できないと営業できません。分かったよ。これ手裏剣だろ、これが欲しかったんだろ、お前。すごい、手裏剣持ってない、さすがマリオさん。これ手裏剣として営業できない、ありがとうございます。手裏剣道場とか、オリビア、手裏剣ました。おお、すげえ、自動装填。手裏剣道場は集団で手裏剣を倒し、的に当てる大人ゲームです。いや、後ろの的じゃねえ部分、やべえほど、なんか、怪我人出るぞ。ノーマルモードをクリアする、今だけスペシャル景品のサインボールをプレス。おお、なるほど、誰のサインボール。一郎。誰だ、誰のサインボールなんだ、お前。それは面白そう、面白そうすぎますわ。マリオさんやりましょうよ。オッケー。一度無料でスイッチで遊んでください。レトロモードで遊びますか。こんなのエキスパートに決まってるよな。当店からいきなりエキスパートや男なら黙って。いや、どういう感じなの、どういう車線。エキスパートモードは正義上に80点以上取るばっかり。いや、ちょっと待って、いきなり難易度高すぎない。ハイスコアを切らさない。正義に限界目指し、超人でマリオさん何点取れるかな。エキスパートモードスタート。レディー、ゴー。なるほど、こんな感じで。待って、なるほど、あの8点を取りたい。で、こ、3点で3点。なるほど、意外と装填されるんで時間がかかるんだ。で、ここでこうしつつ、で、ここでこうしつつ、あー、くそ、ガードされたか。で、ここ2点取りの、あー、くそ、3点。で、ここで1回、ここ、OK、5点。で、ここで1点、はい、8点。お、8点取れた、ナイス。で、ここで、はい、2点。で、ここで3点。で、3点。あ、なるほど。なるほど。ここで。あー、危ねー。で、ここで、はい、1点。で、それで3点。で、1点、5点。あ、くそ、取れなかったか。あっと、危ねー。それで、こうしつつ。くそ。で、ここで3点。おーっと、8点。おーっと、3点に騙される。で、ここで5点一応取る。で、ここで8点取っておく。8点取れなかったね。もったいないね。はい、で、ここで8点取っておく。で、ここで5点取る。で、ここで5点取る。で、今何点よ、今何点よ、俺今。今何点、 107？ 取りすぎでしょ。終了、107点です。ハイスコア更新されました。やばくね、みんな。うますぎなかった、今の俺。マシン超えたら今だけ限定1点ものスペシャルゲインゲットです。お、いや、まだ現実のものであったことがない、ごめん。お宝フィギュアの前にあったことがね、お前。あ、マリオさん、107点で私のハイスが99点超えてますよ。お前99点だったんか、あんな簡単なので。手裏剣のプロならある私のスカを超えるのはマリオさんに手裏剣の名手です。お腹して博物館にトロフィーを送りました、ぜひお給料ください。え、何それ、トロフィー。ありがとうございました。それサインボールは、あれサインボールは、みんなどの方で遊びますか。え、ノーマル？ノーマルなの、まさか。え、ごめん、ノーマルなの。ノーマルは手裏剣バトルです。21点ちょうどいいなら。ちょうど20超えて1点超えてしまったら制限じゃないマイナスの前点に挑戦できますよ。さあ、21点目指す、ちょうどを目指す、ノーマルモードクリアスタート。なるほど、21点を目指せばいいの。なるべく多く、じゃあ得点を取ることを意識してて。あれ、ちょっと待って、早く来てくんない？あ、これでいいじゃん。はい、オッケー、クリア。21点ちょうどです、ノーマルモードクリア。俺でサインボールくれんの。ノーマルモードクリアおめでとうございます。スペシャル景品ゲットです。野球のテレフォン、あだ名ついイチローだった。私のサイン、本当にイチローのサインボールなの。しかもお前のサインボールなのかよ。いらねえよ。しかもなんて書いてある、これ、生って書いてない、1じゃなくて生って書いてあるよな。手裏剣道場の店主のイチローのサイン付きキャッチボールする。ありがとうございました。あー、これで景品がなんか、昨日キラキ、あれキノコ、あ、ごめんな、ピンポンパンポンキャンセルしまったわ。ピンポンパンポンキャンセルしまったわ、みんなごめんな。さてと、で、ピンポンパンポン、どうせさっきのトロフィーもらえたとかだろ。知ってんだぞ、俺は。トロフィー、手裏剣の名手を達成しました。あー、まあ、それで OK ね。で、じゃあ、とりあえずそんなことはどうでもいいとして、とりあえずカロンにボール渡しに行こっか。確かカロンボール欲しがってたよね。おー、カロン、持ってきてやったぞ、お前らのキャッチボール。だからその前にこれをあげるぜ、クリボーの被り物だ。はい。へ、なにそれ。いや、ごめん、ごめんって、悪かったって、悪かったって、話聞け、話を聞け。
やっぱ骨じゃないと、キャッチボールやりにくいな。そんなお前にイチローのサインボールやるよ。カタッカタカタッ。あ、それキャッチボールに良さそう。この丸いところを俺交換しない？俺逆に家でちょっと断ったらどうなるかちょっと見てみていい？がっかり。いや、ごめん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 、悪かったね。はい、これイチローのサインボールやるから、こういうの見たくなるのは実況者のサガなの、許して。この丸いの骨交換して、はいはい、交換しますよ。カタカタ。はい、あれ、これであれか、ワンコに渡しに行けばいいのか。カロンにもまたこれ掘れて、今ワンちゃんの大好物、うちの犬にも大好物ですよ。おーい、ワンコ、骨をプレゼンツだぜ。ほら、骨だ。え、骨食わないの？あ、どうすればいいんだお前、骨はどうやって渡せばいい？あ、そうそう、全身緑だよ。もう、あ、それ気になる、前回ルイージね。あ、ここか。持ち火って書いてあるのさ、何か入れてみます。あ、これね、オッケーオッケー、骨入れてみようじゃ。おー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 おお、すげえかじってる。あー、腹減ってたんすかね。私、なでなでしてみようかな。おいおい、大丈夫か、オリビア。噛まれるぞ。気をつけろ、そいつ。どうもだからな。なんだ、何この空間。てか、何これ。回復回復。すげえでかいと、オリビアさん、よっぽど消えたんすかね。これやっちゃった。おとなしいと黒くて可愛いですわね。本当の可愛いな。お前も可愛いけどな、十分。うん、なんか嫌な予感したよ。体力もう100いっちゃったよ。序盤の体力とは思えないぞ。まだ2ステージ目、2ステージ目ぞ、こっち。またマリオさん HP が増えたような気がします。さらにちょっと強くなったのかも。ほんと？じゃ、これで通れるようになったと。おっと、おっとっと、なんだなんだなんだ。え？あれ、お前、スタッフじゃねえ。ありがとうございます。当然虫より、どうせなら虫より魚が良かったです。生意気言うな。おられてる身でありながら。インターンシーの前、魚釣り体験やってます。ぜひ遊びに来てください。魚釣り？いろいろあるんだな。で、これ、もしかして、のこのこたちもワンパンできる年になった。あ、ワンパンできる年になったわ。お前、そこの木の部屋だったんかい。これってあれか、忍者道場みたいなやつ。あ、キラブつけた、ナイス。で、こっち側につなげよう。いや、みんな今日ごめんね。俺、声ガラガラかもしんない、今日。ちょっと声が出ねえわ、俺、今日の俺。なんか知んないけど、声が出ねえわ、いつもより。なんなんだろうな。ちょっと声ガラガラかも、みんなごめんね。水飲んでるけどさ、声ガラガラだわ、今日俺。さて、これが噂に聞くカラクルイ道場。カラクルイだっけ、確か名前。前回やってた時、よう言ってたよね。カラクルイみたいな名前。で、どうせ釣りはあれでしょ、ノコノコのあれでしょ、もしここの鍵を拾うとかある？いや、普通に開くんかい。おー、これが忍者屋敷。カラクルイ。腹立つな、あの広々の看板。仕掛けただけの忍者屋敷、それがこのカラクルイ。お主は無事脱出できるから、今すぐ挑戦しよう。超逃走中。カラクリ忍者屋敷、カラクリ君は脱出できるから。いや、ごめんなさい、俺逃走中のナレーターが出てきましたね。どうしましょう、仕掛けだらけの屋敷ですって。無事にいたなんて、もしかしていっぱい危ない仕掛けとかがいっぱいあるのかしら。私そういうの超超面白そう。はあ、仕掛けだらけの謎を解いて忍者のように駆け抜けて脱出をするんですわね。で、今すぐやりたいです。あ、ボムヘイザもよく見たら結構忍者っぽいですよ。やりたいでしょ。いやー、俺はちょっと危ない仕掛けで、そういうのちょっと怖くいたほうがないです。怖いんだな、相変わらず。相変わらずお前臆病だな。ちょっとな、子供っぽいですよね、そういうの。へりくつ言うな、お前。こういう時は子供に童心に帰ってやるのが一番のマナーだろうが。あれ、こういうのはなりきって楽しんだ方が、そう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 、ほんとだよ、お前。これ、バカチンが。まったく、そういうの楽しまずして、何を何のためにこれなんで。おっとっと、お前かい。え、ちょっと待って。バグってる。バグってんだけど、このキノピオ。あ、マリオさん、この岩の下で私を見つけていただけるな。それ以上のお前、大丈夫それ。死んでるよ。そこで、ね、迷子ポイントが何で入ってったっぽいんですけど、それっぽいのが聞こえたんです。おー、出てきた。なんだよ、てか迷子ポイントでまさかルイージ。だって、それでこの上登ってて、お前はなんでこんなとこ捕まってんだよ。大丈夫か？オレックショー。いや、横目からすごいすっぺらい。ありがとうございます。ハンマーの種類が止まっちゃってね、何があったのかな。まあ、そりゃそうでしょうよ。中で何がないとあんな止まって、もともとあれ動いてたんだ。そういう飾りの看板なのかと思ったけど。おっと、金。物の世の中すべて金、レオリオも言ってたからね。それじゃあ、早速、カラクリの中入ってみよっか。まあ、余計なわけでもあれだし。じゃあ、行くぜ。あ、俺、やっぱりこれ待ってるっす。お前さ、何のための仲間だ？あら、そうね、私たちはもう止められませんわよ。いや、お前すごいな。それじゃあ、行ってきまーす。
うーっす、どうもるでーす。いや、普通の挨拶しなかったけど、急にしたしな。忍者を志しょくん、この国へようこそ。この屋敷から脱出できれば、キノコ流忍者免許解除となる。また、隠れてる忍者を見つけた方で忍者ランクが決まるぞ。パーフェクト目指し、今回の褒美を手に入れろ。超からくり。いや、嘘をつけた、お前。超がついてなかったら、いやー、ワクワクします。あ、ねえ、マリオさん、謎に詰まったエンディングが X で私呼んでください。いいのか、お前らお前頼んねえぜ。あ、でもそれでクリアできたら私の方が真の忍者になっちゃいますけどね。なるほど、お前に頼ったらお前が真の忍者。つまり、お前に頼った時俺が真の忍者ってわけだな。なんだこの俺たちのこのテンション。からくり、はじめ、はじめ、はじめ。ごめんなさい、セルフエコーかかりましたね。おー、かっこいいじゃん、こういうの。盛り上がるぜ。さあ、行きますよ。では、これで、ドロン。おー、忍者らしい消え方してんね、お前も。こういうのって大抵横になんかあるもんなのよ。何もないもんなのよ。おっと、あったもんなのよ。あったもんなのよ、みんな。見たか、これが。ペーパーマリオシリーズやり、長年やりすぎた男の末路よ。うわ。いや、それは知らない。長年やってきたけど知らない。とりあえず壁の台に行こうかなと思ったら、普通に目の前が正解だなんて知らんわよ。なるほど、こういうところにもうすでに忍者が潜んでる可能性があるってわけか。今のを探せばいいのかな。すべての忍者免許改伝みたいなのあったけど、収集ださ、ちょっとなんか最近忍者ネタ多くない俺。今の場所にもいたりしたのかな、こういう。あー、なるほどなるほど、これ全部見つけるんで結構骨が折りそうです。おっと、なるほどなるほど。で、ここ開けられる。あー、こういうの閉める。あー、なるほど、逆側にもいると。うん、あ、いねえじゃん。で、これはポンと開けて、あー、そこにも長えな、これ結構多そうだぞ。隅々まで調べよう。あー、なるほど、これ引っ張り出さなきゃいけない。あー、なるほどなるほど。で、ここ開けて、あー、なるほどなるほど、多いな、探す箇所意外と。で、これで引っ張ればいると。で、これ、ここの掛け軸、こういう掛け軸が大抵忍者って裏に伝わって、こういう地面の襖とかにもいたりしない、これ畳というか。ありそうだ、ちょい叩いとくか。これ実はこっち側に開けるといるとか。特にあれいる子いなそうだ。てか、ここのやつ一応見せた方がいいのかな、こうやって。これで、これあえず平気かな、この部屋は。じゃあ引っ張っていこうか。はい。海底掛け軸が笑ってる、こういうの入り口下がってる。おっと、みんな。ごめん、こんなくだらないことしてる場合じゃねえわ。ごめん、声やってるかどうか違うなんかなんだよね、俺。だって、やってっか。おっと、なるほど。今度こそ畳に下にいそうだな。で、こういう。うわー、なになになに、ハックン、ハックンの、おー、折り紙兵。なんでハックンの折り紙兵が。というか、なるほど、声出し近づく。おー、あった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 っ卑怯じゃねえ、何それ言って。いや、お前仲間を密伝すな。何それ、うわ、おち、あおち、何今の卑怯じゃねえ今の。はぁ、みんな見たか、これがファイヤーフラワーの使い方よ。これが全部エクセルで出した男の戦いが。てか、何あのハックンたちの回避の仕方、知らんのだけど。あれはで、これ、あ、紙ペラくれるのありがてえ。ハックンたちさすがにワンパワーできねえよな。これ全部、あー、この襖全部いいのが。てか、気温病が潜んでる。おーっと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 、おー、見失ったね。やべ、囲まれた。くすー、おい、みんな、ハックンが水上さん持ってるぞ。殺すしかねえな、処すしかねえだろ、これ。これマリオブーツでやれるこいつら。いや、アイアンブーツ行っとくかな。怖いな、こいつら。なんか普通に耐久力高そうなんだよ。さあ、水神様の力使わせてもらおうじゃねえか。見せてもらおうか、お前の力。オリビア、初めてのお前の初陣だ。かっこよく見せてやれ。おお、いきなり腹パンパン。つうか、これあれか、盛り上がりウェーブブレスしてくんのか。はい、うおはははは。相変わらずえげつね。相変わらずえぎいな、お前のその技。はい、最高だぜ。これでオッケーかな。ここであらかた全部ここにいる奴らは全員片付いたかな。あー、片付いてないっぽいね。まだいたね。でも、ハックンがいるだけで、キノピオがいるわけでは。キノピオ、これでここで見つかったから、全員。しつけ、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 しつけぞ、おめえら。あいつら戦ってろくなことないからな。これでこう一応壁調べつつ、特に何もなさそう。おっと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 、あ、これ成功法かい。なるほど、なるほど、成功法か。ただこれなんか、そしてここが違い、なんかあったら俺は見逃さなかった。
や、見えずれーよ。そこにキノピオ出たら、おっと、ハックンがいる、ハックンがいる。待て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 。実はあの場所にハックンいたりしない？実はあのハックンを追いかける場所に実はキノピオいたりしないよ。まあ、一回別に全グリ目指すわけじゃねえか。とりあえずクリア目指すこう。あー、ここら辺なんかありそうじゃない？あー。何にもないってことはなんかなさそう。皆さん見つけちゃいました、私。また身勝手の身勝手のあれですね。身勝手の極意出ちゃいましたね。これ何？こっち何に繋がってんの？剥がして、行ってみようぜ。あ？何やってんのお前？ここスターフレームか？来ちゃいけない場所来ちゃう。お前、かさまりすぎ。なんか言えや！なんか言えや、せめて。ここは関係者以外立ち入り禁止だけど、マリオさんは特別に許可します。もし断ったら俺はハンマーでぶん殴ってたからな、お前。だって、それでとりあえず他のキノピオ探していこっか。いや、他のキノピオまずいんのかこれ。いるだろ、絶対。ああ、いるね。もうがっつりテープで貼れて。いや、痛い痛い痛い。絶対これ痛いって。ベリって顔剥がれるって。何そのポーズ。M 字開脚みたいにしやがって。お前らなんか言えや、せめて。ここはカラクリの動力室です。いや、お前急にあれじゃねえか。キノピオ、お前一瞬、超逃走中のあの、ナイレーターの人になったんじゃねえか。この仕掛け全部、地下の動力室で動かしてるんですよ。動力室で動かしてる。ああ、じゃああの看板の仕掛けとかも全部これで動かしてる。いやー、出れなくなったーって、はい、こういう茶番はいいですね。もういいですね。いいです、いいです、いいですよ。もうどうでもいいですよ。はい。ルイージー！うん、おわ。あぶね、ちょっと出川さんの前に。うわー、動けないよー。いや、出川じゃねえよ、やっぱり。マリオ、誰か、誰か、誰でもいいから助けてー。マリオー、兄さーん。ああ、どうしてこんなとこルイージーさんが。助けて、動けない。しかも、いつも話が噛めないルイスがギザギザとしっかり噛めてる。うまいこと言うね。レジとしっかり助けない。こんな大きなギザどうしたらいいんでしょうか？明らかにどっかにネジみたいなのがあるだめ。てか、さっきの紙プラスのためのあれか。待ってルイージ、今助けてやるからな。例えばさ、ルイージといえばさ、みんな USJ のあれ見た？ USJ のあのグッズ。ほんと面白そうよね、マリオのあのグッズ。マリオのグッズが面白そうってわけじゃない。おーっと、明らかにこのネジの噛み合ってないだけだべ。で、噛み合うように、はい、調整。ここでルイージ動いて脱出できるんじゃないか？お、動いてる？助かった。よかった。やっほー。あれ？助かってない。バカか、お前は。助かってる。わかってる。ごめん、悪いけど、そういうバカなとこ含めて可愛いんだわな、ルイージ。バカだな、まったく。ほら、助けてやれよ。二度目だな、助けたのは、お前を。お、みんな聞いたか、今の。やっはは。やっはは、マルイージタイム。急にマルイージ出てきたな、今。ありがとう、兄さん。助かったよ。ここで、兄さん、聞いてよ。何したら、ピーチョの鍵を常に見つけたんだ。はい、どうぞ。本当にピーチョの鍵見つけたの？お前、有能だろ、お前。え？オイドランドのマスターキー。ウイージが持っていたオイドランドの鍵。ルイージー、オイドランドのマスターキーってすでに今日もう拒否されてるぞ、運営から。でもありがとうな。お前頑張って探してくれてんだな、鍵まだ。ありがとう、ありがとう。この鍵、なぜかこのオイドランドのスタッフルームにあって盗んだの、お前かい！お前かい、盗んだの。この後、おっかないワンワンが逃げたら迷子になっちゃってさ。あ、逃げてたんかい、お前。急にこの変な仕組み迷い込んじゃったってわけ。それでどうしてネジ絡んだんだ、お前。ルイージーさん、いろいろとご苦労様でした。この鍵私たちも探してたんです。助かりました。素直に礼が言えるオリビア。やっぱいい子。俺みたいにひねくれていないから。でもこれ残念ですけど、PGO の鍵じゃないみたい。かわいい。違う鍵なの？しまったー。大層に紙にかかってたが、てっきり PGO の鍵だと思っちゃったよ。よーし、それじゃあ、早速本物の PGO の鍵を探しに行かなくちゃ。それじゃあ、兄さん、オリビア、またねー。おおー。いやールイージー、生ほほを聞けるだけで俺は満足だぜ。穴見にあっても全然見えないんですわね。ルイージーさんで偉いですわね。ほんとな。でもやっぱりどこか話が噛み合ってないかも、確かに。まあ、紙テープが全部取れたらPGOの鍵が必要になるし、ルイージーさんにはこのまま頑張って探してもらうのがいいかも。とはいえ、なんだかんだマスターキーは見つかってよかったですわ。あ、これでお城の門が開けられるかも。あ、なるほど、これで襲うか、お城の鍵が開ける。そうか、で、結局ルイージーを探さなきゃ、助けなきゃいけなかったか。でもルイージーが盗まなかったら結局のところ、普通に行けたんだよな。いや、ルイージーの出番を増やしてくれた運営さんに感謝しよう。どうしよう。やっほー。俺のこのルイージのやっほー似てると思う、みんな。俺からだとさ、編集中の俺だと若干似たないように感じるんだけどさ、俺のやっほーマリオは似てるの。先生、この子見てろと。おい、怖っ。
殺意たけ、え、ちょっと待って。この状態、キノピオ探すの。え、ちょっと待って。うわ、ミキザラ。なんでお前がいいんだよ。てか、いった3ダメージか。いって。え、これ、アメーロ形式になってんのか、お前。なるほど。ハンマーで叩くとしばらくそこから出るってわけか。こっちは平気。こっちはいけない。うさあ、私、サクランゴかと思った。そうだ、団子出した。団子出した。団子出したってなんだ。なるほど。これはめんどくさい迷路形式ですね。で、こっちはどうせいけねえべ。こっち側、いけねえべ。一度行った通り道はなんか、出してほしいけどね。おっと、みたらし団子。いや、三色団子という意味か、今の。おっと。なるほど。キノピオがいるマスだけは出るけどね、のが。で、こっちもこっちはいける。で、こっち側いけるけど、こっち側いけるけど、こっち側いけないと。あー、なるほど。これでこっち側が通り道で行くのかな。通り道で行くポイント。で、アイテム。おっと、なにこれ、キラポイ投げハンマー。ポイント投げ、遠くに攻撃する強い方のハンマー。へえ、なにそれ。いや、違う。ごめん、間違った。ごめん。いや、まず、山根さん、なんだ自分で頑張って、私で黙ってます。いや、ごめん、装備しようと思ったら、間違えて、お前呼び出しちゃった。ごめんな。これでキラっぽい投げ装備できたから、いろいろとりあえず、ここを進んでいこっか。あー、こっちが、おわっててぃ、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 ジングルジングル、おっと、これはなんじゃ？おい、あー、かっこいい。これ成功法っぽいね。おっと、お、BGM ついた。逆に今まで BGM なかったのに違和感感じなかったわ。いや、ついつい黙り込んじゃうな。ごめんね、みんな。黙ってたらごめん、ほんと。俺、ついつい黙っちゃう癖あるからさ。あー、意外とこれ通り道あんな、こっち。おっと、横はいけない。こっち側もいけないじゃん。うん、いけないね。ということは、横下はいける。おっと、バーベキュー。痛い、バーベキュー痛い。みたらし団子痛い。おっと、なるほど。なんで今の結構順調いって。今の結構順調に見つけられてんじゃなかろうか。じゃあ、上行ってみよう。結構もうバトルよりダメージかかってるもん、俺今。おっと、なんか今いたな。で、あ、か、ネズミいんのかい。なるほど、ネズミいんのね。で、あいつはネズミと戦わなきゃかな、これは。おっと、ここなんかある。うわぁ、なに？びっくりしたな。なんだよ、びっくりしたな。ついついビビり散らしてまったじゃねえかよ、お前。はい、ネズミは全員除去よ。ネズミ駆除ってね。ネズミは駆除しなきゃいけないんで、もう今の俺ワンパンマンなんで、お前らが、お金はもう。危ない。はい、バカでした。あなたバカでした。飛び込め動物の森。よし、オッケー。おっと、ああ、なんかハンマーで叩いたら道できた。道できたね、今。道なき道を突き進んでいて、これお高い。がっかりだよ。お前にはほんとがっかりだよ。で、こっち側に道はない。つうか、これが正攻法だったかな。ああ、これ下に降りて良さそうだね。もうこの下も下あれだったもんね。正攻法だもんね。うん、これ、おっと、キノピオ、ここにもいた。危ねえ、これで見逃したら、これで見逃してんのかな、もう俺。見逃してたらごめん、みんな。おっと、こういう襖に後ろにもいるんじゃなかろうか。いましたね。いい加減、お宝の日は本物が欲しい。おっと、金が置いてある。なんでこんなって金が。セーブしとこうぜ。じゃあ、これで。特に何もなさそう。あ、何もねえじゃん。なんかねえの。なんだ？おーおーおー、なんか階段ができた。なんか知らないけど、地面叩いたらなんか行く、なんか急に。ほら、ここ地面、なんか地面叩いてたら、なんか闇光に周り叩きまくったらなんとかなるかなと思ったら、解決しちゃった。これ何？あ？はい。なんだよ。なんだよ、これ。おっ！素晴らしい！任天堂さん、これはスバラ。これは素晴らしい。風の中のスバル。ほんと、北の中の銀河。みんなどこ行ったって感じだわ。ほんと、ナンバー50、ルイージ。こんなお宝フィギュアにしたお宝の中のお宝、超お宝だわ。ありがとう、認定さん。いや、痛い。全く俺が人がルイージで喜んでる最中に、なんつうことしてくれんの、あいつ。わお。いいよーって感じの歌舞伎にな。で、これどうすればいいの？おっと、あ、どうした？オリビア。わーお、気持ち悪ーい。パラビラバンズー、タラビラタンツー、久しぶりの、つった、久しぶりの、トゥラビラタンツー、だって、おっと、土亀様ですか。まあ、カットでいいでしょう。もう3回見せだから。はい、オッケー。クソザコナスビごめんね、みんな、ちょっと待って。ごめん、ちょっと今、タンからんだから、ちょっと、咳払いするわ。よーし、咳払いし、終わり。髪の手、これどうすればいいの？あ、掴む。引っ張る？よいしょ。あ。え？なに？待て、やばい、これ潰されたよ。ゲームオーバーパティーンでは。急ぎ、タンプ！おい、わーおー！
最後のギミック、人を殺しに来てない。わーお、すごいペラペラ。おお、真正面マリオね。おめでとう、カラクリクリアだ。キノコ流忍者、免許改で強化の後ろも忍者である。わー、やったー、クリアですわー。よかったな、忍者になれて。私はヒント出してくれちゃいけないんで、マリオさんすごいです。まあな。結構ダメージ食らったけど。主に、実は私、わからない謎が結構ありましたわ。嘘だ。マリオさん、忍者おめでとうございます。お前も忍者だよ、オリビア。お前が忍者だよ。見つけた忍者は23体。もう少しでパーフェクトだぞ。わー、残り2体ぐらいかな。25体ぐらいか。忍者ライクはナイスに、褒美を受け取るがよーい。いや、しょべ。次は全部見つけたいですわね。見つけるとあれかな。お宝フィギュア的な感じかな。ルイージもらえたかね。正直一番満足です。じゃあ、とりあえず、ボム兵に会いに戻りましょう。おい、ボムゴー。おい、ボムゴー。あ、さっき緑とか走って出て行ったっすよ。あいつは忍者っすかね。あんな格好したら逆に目立つと思うけどな。いや、ルイージはそれでいいんだよ。忍者じゃねえし、あいつ。そのルイージさんがガッチリと髪をくらってくれたおかげで、マスターキーがありましたわ。俺との話は噛み合ってないけど、とにかくマスターキーがあって、よかったっす。それじゃあ、城の門を開けねえ、行けますか。うまいこと言うな、お前ら。うっと待てよ。なんか上にあれがギミックが動いたってことはよ。あっち側に行くギミックなんかあるかあるってことなんじゃねえの。行くしかねえよな。頑張ろうってよかった。分かってよかったね。頑張ろうって。やめろ、お前で時間を潰すな。くそ。おい、ボム兵乗んなくていいのか。おい、ボム兵。おい、ボム兵乗んなくていいのか。俺じゃあ先行くぞ。うおー、お前急に瞬間として行くんだ、バカ野郎。なんての俺が。お前それバトルに使え、もはや。はい、これ何？あー、お宝フィギュア、ボムヘイ。今回、お宝フィギュア当たり多いな。これ、どっかで出るの？あー、普通に扉開けるよ。よ、バグピオ。元気か。じゃ、とりあえず、あれかな、お江戸城の前まで、レッツゴー。さて、とりあえず、ホエロンダマ行きたいけど、絶対これさ、長いよね、先。移動した方がいいもの、今回ここまでしとこっか。鍵開けるとこまでやろうか。鍵開けるとこまでやろう。じゃあ、マンホール。いや、もうやったやった。もうそのくらい長いからいいわ。はいよ。開いたー。ジョーも開きました。さすがマスターのキー。いや、マスターのキーではない。マスターキーなんだわ。さあ、それじゃあ、キノピソータ的に紙テーマを取っちゃいましょう。そう、簡単にいくっすかね。大丈夫かなー。あ、そうは簡単にはうまくいくわけないですよね。ほらほら、これってやっぱり、ハリボテのことも何が初めてだった。いえいえ、やばいっす。そりゃでしょうね。敵の本拠地だもんね。あー、危なかったなー。あ、成田さん、言い過ぎですわ。あいつら、俺たちを見たら、見境なく襲ってくるっす。何かあいつら目をごまかせていいもんないっすか。なるほど。つまり、ここで、お大名手形を使うというわけですね。それじゃ無理っしょ。ボブヘ、冷たくない？同じお前、一心同体冷たくない？あー、じゃとりあえず、ここを抜けて、ここ多分セーブロックあるよね、さっき。あいつらの目をごまかせるもの、猿の被り物に行こう。よし、行くぞ。なるほど。それを被るんすね。こんな作戦大丈夫かじゃ、こんな作戦言うな。言うてドンキーコングだよ。なんとかなるべ。本来絶対正解ハリボテ兵だろうけど、ドンキーコングのサブスの反応見たくないみんな。よう。やだー。まあ、わかりきってたことですよね。あれじゃダメみたいっす。あいつらなんかまだ勘違いしてくれないと。なるほど。仲間と勘違い。つまりメトロイドになればいいってわけだな。あいつら全員駆除すればいいってわけだな。何かあいつら目を壊せるも、それが宇宙戦士の被り物だ。はい。なるほど。それを被るんすね。そんな作戦大丈夫。はいはい。わかったわかった。行くぞ。てーてーてーてるるるるーてーてーてるるるるーてん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 て何かあいつら目をごませるもん。だから最後にクリボーのハグリもいっちゃう。こんな案の定。こんな正解。なるほど、それをかぶるんですね。こんな作戦大丈夫かしら。お前全部に言ってんじゃねえか。いくぞ。キノコ、ココノコ、元気の子。エリンギ、マイタケ、ブナ、シメジ。キノコ、ココノコ、いけるから。恋しいキノコは、オクト。完璧よ。よし、襲ってこなかったみたいですね。やばよー。おらおらおら、ドキ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 。クリボ、ハリボテ、クリボの通りでー。でっけえな、こいつらってか。こいつらこんなでかかったっけ？てか、お前は明らかさにでかいもんな。おお。やなー。潜入成功、ふっふー。華麗なステップ刻んでけ。ふっふー、ふっふー。よーし、アセイブロックあるね。よかったよかった。よし、抜け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 。
いやハラハラしたけどバレず済んでよかったっす。あれ、オリビアさんなんでそっち向いてるっすか。だってそれ見たらまたバテが受けしちゃうから。あ、そっか、これお前の鉄板ネタだもんね。マリさん、それ早くしまって。あ、ごめんごめん。さてと、なんとか死ぬには忍び込めだっすけど、キノピオのみんなはどこに捕らわれてるっすかね。何気に、おめえがキノピオというのは初めてじゃないか。カメテープも屋根の上みたいだけど、どっか階段とかエレベーターとかないのかしら。明らかになんかステージっぽいけどね。今回敵誰よ。今回敵これ何。本日のプラグも1回スペシャル、2回スペシャル、3回スペシャル、4回スペシャル、最後ファイナルだろうな。なるほどね。全部スペシャルなのか、いいセンスしてるわ。よし、じゃあ今回ここまでしよっか。多分次回あれかな。次回、ちょっと待って、これ何調べる。特別公演、スペシャル賞、3区、私、出演みんな、敵と、しかも一流賞、最近俺が書いた私に書いてやがる。俺、実際俺か、これ。よし、じゃあ今回はここまでしよっか。じゃあ次回この私と対面していきましょうか。スペシャルショーとやら、楽しみにしていきましょう。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。